さあ、お疲れ様でした。今から帰ってシャワー浴びて出かけたいと思います。今から美観地区に行ってきたいと思います。こんにちは、しゅんです。こんにちは、しゅんです。今からおしゃれ番長翔さんの撮影に行ってきます。なんでやそれ。後楽園に来ております。こんにちは、しゅんです。こんにちは、しゅんです。
後楽園に来ました。先輩に撮影させてます。大先輩です。はい、20個上です。本当に本当に20個上じゃないです。20個ぐらいかな、はい、本当に27の今年27です。20個じゃないだろう。12個、ちょうど12ですかね。鳥年ちょっと撮りますよ。ん、鳥だけに。はい、あ、そうだ、鳥年っす。そう、鳥年の何座すか。サソリ座の、うん、出がらし。出がらし、できもうできってるから。出がらしだよね。できてる。すげえ綺麗。これがニコニコ猫っすね。綺麗だな、すごい綺麗。ちょっと今日のコーディネートのポイントをちょっと教えてもらっていいですか。ちょっと下から舐めるように。門脇は結婚するのかな、旬は。結婚相手募集中です。募集中な。恋したいっす。恋したい。燃えるような恋がしたいっす。あっち向こう。そうそう、あれ前撮りとかじゃない、多分これとかも。そう、あっち向こう。これさっき通ったんじゃん、ここ。ここ上上がってないっす。上がってないね、順路。上がります。上がる、上がってみようか、せっかくだし。外出るなってます。うん、自粛警察がな。お前それ自分の都合いいとこはカットするんだろ。一望できるんだよ。やってる気配がない。足太いな、肩だけ。いい感じ？撮ってると何がいい感じなのか分かる。どの辺がいい感じだったの？やっぱなんかこの心安らぐ感じというか。うん。心安らぐ。なんかこう日本のこう庭園というか。日本の文化が感じられるところ。文化。なるほどね。いいっすね、古き良きよ、もうね、現代まで残してるような。心、最近休むんでないんですか、心。最近、そうっすね、心休んでないっす。あ、休んでないんだ。ちょっと毎日練習なんで、ピリピリしてます、ね。ピリピリしてんの。そう、ね、そう。ピリピリしてる。ピリピリしてるというか、こう、うん、集中してる。あ、なるね。ね。なるね。仕事集中してないもんな。え？仕事集中してないもんな。仕事も集中してる。仕事もちゃんと。そうやな。営業してるんで。そうやな。はい。今、後楽園から帰ってきました。この後練習あるんで、軽く何か食べて練習に行きたいと思います。練習のため筋トレします。顔に力入れんで、顔に力入れたらダメよ。眉間にしわ寄ってる。とりあえず20。これ30だった。30。それぞれでベンチと違ってなんか違う。うわ、なんか疲労が溜まっていく感がすげえ。腕立てだよ。クッションマジきついよな。昔ようやりよったな。ちょっとこれどけ
あ、じゃあ30無理や、健康の重量。あ、この重量無理や、出るかな。俺だって80キロあるの、反対に。だけど普通に腕だって、あれ何ぐらい基礎かかったんかな。分かんない、半分ぐらいじゃない。今日は体幹の日やな。絶対ダニったね、怖い。やば、なんか面白いことしたいな。 85?86 対80。やば、勝った。だら、シングルレクタイム、ね、これ椅子の上でやるといいな。椅子ね、のがやりやすい、やりやすいな。まあ忘れたな。俺無理、多分肉離れするよ、これやったら。弱っ。脱毛しようかな。やる前にしてな。多分スカートやったら弱いことになるから。脱毛して、逆に。